こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの2期広角レンズエルマリートの 21mm になっておりますね。はい、ご覧の通りエルマリート M マウントですね。 21mm シリアルが3363672ですので、1985年ですねの、はい、エルマリートドイツ製 21mm ということになりますね。はい、ライカのオールドレンズで 21mm というとスーパーアンギロンがですねやはり有名なんですけれども、スーパーアンギロンはですねデジタルでご使用いただくとですね周辺に赤かぶり、マゼンタかぶりがですねどうしてもすごく強く出てしまうんですけれども、こちらのですねエルマリートではそういうことはなくですね非常に高精細に、広角をお使いいただくことができますね。周差も非常に少なくですね、とても人気の高い広角レンズになっておりますね。スーパーアンギロンはですね、シュナイダーという会社にですね、ライカが OEM に出したレンズになっているんですけれども、こちらのエルマリート 21mm がですね、ライカ最初の超広角 21mm ということになるわけなんですね。はい。ということで、外観から見ていきますけれども、特に、これといった歌詞は、当たりへこみなどですね、見当たらないかなと思いますね。そうですね、こういった穴が見られますけれども、これは、元からあるものなのかな、フードを取り付ける際の穴ですかね。はい。あとはですね、ローレットの摩耗とかですね、文字消え、塗装の劣化、落下して歪んだりとかですね、強くぶつけたり擦ったりしたような跡もありませんので、おおむね備品といって差し支えない状態かなと思いますね。はい。レンズも前玉、後玉ですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など、見られず綺麗ですね。内部にですね、ややこの黒い部分にですね、ちょっと小刃落ちが見られますけれども、こちら画質には全く影響はなくですね、撮影していただけることができますね。はい。で、中玉にも曇りカビ、バルサム切れはありませんね。釣りほこりの混入も、肉眼で全く見えませんので、だいぶクリアな状態をキープしていると思います。はい。はい、絞りも、はい、大変小さな絞りですけれども、スムーズに動いてますね。羽の痛み、油の乗りも見られません。はい。ピントヘリコイドもですね、滑らかにいっぱいまで回っておりまして、動きムラとかですね、グリスの劣化は感じられません。付属品がこちらの前後キャップになっております。はい。はい。ということで、まあまあいい状態のですね、エルマリート 21mm になりますけれども、念のため末永くお使いいただくためにですね、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安でメンテナンスさせていただきますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい。ということで、ライカの人気広角レンズ、はい、エルマリート 21mm、デジタルで最適の広角レンズになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。今回はですね、だいぶリーズナブルにお出しできていますので、お買い得だと思います。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。